アウタラ環状急行をご利用いただきありがとうございます。この列車はヒューベリオン経由ダレスコンコルディア方面行きです。次の停車駅は惑星タルタロス。到着時刻は宇宙標準時14時38分の予定です。ありました。ええ、そうです、間違いありません。こちら行き確認しました。タイプは以前アトリア本線に仕掛けられたものと同じ。タイマーは30分後にセットされています。はいはい、わかりました。処理班が到着するまで待機します。え、解体しないんですか？こいつは難しいんだ。下手に手を出さない方がいい。こいつの構造はわかっています。僕が解体してみせますよ。ダメだ、僕が信用できないんですか？大丈夫、やらせてください。これは命令だ。こいつを見張っててくれ。俺は万一に備えて連結器を切り離してくる。どうした？お前何をしたんだ？解体してたら急に。解体だって？なんてこと。ダメだ、逃げるんだ。空間シールドを外してください、早く。なぜ指示を守らなかった？一歩間違えればみんなが死ぬところだった。分かってるのか？すみません。僕が解体に失敗さえしていなければ。思い上がるな。自分一人で銀河鉄道を守っているつもりか？いや、しかしですね。言い訳をするな！確かに僕はまだ見習いで半人前ですよ。だけど、せめて爆弾の一つぐらい処理できれば、僕も STF の一員として、あ、そのつまりだから、あの、キリアン・ブラック、今のお前に SDF の資格はない。何ですか？さっきのことならもう。待てよ、そのおせっかいだとは思うけど、隊長は何もお前を。僕は半人前ですからね、仲間と認めてもらえないのも仕方ないですよ。誰もそんなこと言ってないだろう。ほっといてください。どうせこの制服もあとわずかなんですから。じゃあお前は俺たちを仲間だと思っているのか？おい、開けろ、まだ話は終わってないぞ。あ、どうも。お里帰りですか？まあ。学生さん？いえ、今は休暇で。まだお勤めされてるの？SDF に。わあ、お兄ちゃん SDF なの？何、SDF って？おばあちゃん知らないの？空間鉄道警備隊、まとめて SDF、銀河鉄道のおまわりさんだよ。ああ、そうだったの。いや、まだ僕は見習いで。まだお若いのに立派なお仕事をされて。本当にすごいよ。かっこいいんだ、SDF。いや、ま、そうかな。ご両親もさぞお喜びでしょうね。ああ、まあ。いいなあ、僕も大きくなったらお兄ちゃんみたく SDF に入りたいな。今のお前に SDF の資格はない。
危ないから座って、僕。一体何がどうなってるんだ。銀河鉄道管轄全域において突発性ブラックホールが多数出現。運行中の各列車に被害が出ています。脱線事故がプシリウス本線、レグルス本線など24路線で発生。カノープスライナー202号、アウタラ環状線9号、659号、プロキオンエクスプレス18号、いずれも通信途絶。銀河鉄道全線に緊急停止信号。 SDF の全小隊は直ちに出場せよ。しっかりしてください。すまない。何よ。しっかり、擦り傷ですから。 ありがとうございます。いいえ、こういう時は助け合いですから、何でも言って。あの、他の方々は。これで全員です。そんな。心配すんなって、すぐに俺たちも同じところに行くんだからよ。大丈夫だよ、このお兄ちゃんは SDF の隊員なんだ、きっとみんなを助けてくれるよね。まあ。お前 SDF の人間なのか。僕は。おい、どうなんだよ、お前 SDF なのか。はそうです、 SDF シリウス小隊所属のキリアン・ブラックです。ほら、言った通りでしょ。ああ、よかった、これで助かる。ああ、一時はどうなるかと思ったよ。ねえ、助けはいつ来る。5分くらいか、それとも10分。わかりません。どうしたの。そんなどういうことだよ。先ほどの衝撃で僕の通信機は壊れてしまい、連絡が取れないんです。あ、他には持ってないんですか。あいにく僕は非番で、たまたまこの列車に乗り合わせただけですから。列車に無線機があるだろう。バカね、機関車はとっくに消えちゃったじゃないの。無線機も一緒よ、そんなこともわからないの。うるさい。ああ、なんとかしろよ、それがお前の仕事だろうが。僕、お家に帰りたい。僕たち助かるの。大丈夫だよ、僕心配いらないよ。すぐに SDF がすっごい列車で見つけに来ちゃうぞ。空間軌道が破壊されれば、鉄道管理局は事故に気づく。きっとみんなが。怖いよ。間に合うのか。いや、もし誰も来てくれなかったら。よし、あとは救急列車に任せよう。我々は次の現場に向かう。タダゼト本線に出場中のデネブ小隊から応援要請が来ています。無理よ、まだ救援すら到着していない列車がたくさんあるのに。キリアンは何やってんだ。休暇中でも非常呼吸がかかれば飛んでくるのが規則だろ。コールはしているのですが。あの野郎、この前のことを根に持って無視してんじゃねえだろうな。あいつはそんな奴じゃない。俺はあいつを信じている。無駄口を叩いている暇はない。急ぐぞ。と思ったか。命拾いね。この間に前の車両を切り離そうと思います。なんでそんなことを。今は一時的にバランスが保たれただけなんです。連結を外さなければこの車両も道連れになってしまいます。でも僕一人では難しい、誰か手伝ってもらえませんか。誰か忘れてる。僕が手伝うよ。
前にね、おばあちゃんが言ってたんだ。男なら勇気を出す時を間違えちゃいけないって。僕は男だもん。だから何でも言ってよ。うん、そうだね。ありがとう。でも今おばあさんを守ってあげて。それも勇気だよ。うん、わかった。頑張って、お兄ちゃん。おう、任せとけ。ビクともしねえ。無茶すんじゃねえよ。それは、俺は機械整備工さ。最もリストラで今は職なしだけどな。役立たずと罵られ、要望にも逃げられ、俺にはもう何もねえと思ってた。なのにまだ道具を持ち歩いて未練がましいやつさ。笑ってくれ。笑いませんよ。あなたはこうして手伝いに来てくれた。男になる時を間違えちゃいけねえってさ誰かが言ってたろ。そうでした。しかしあんたも一人でよく頑張るな。やっぱり SDF は大したもんだ。一人じゃないですよ。みんなが僕を助けてくれるから頑張れるんです。それにきっと。そうか、よし、いいだろ。一緒に蹴るか。大丈夫ですか？どうしてこんなことに。切り離すときに破片が当たったんです。病院に運ばないと。おじさん、しっかりして。坊主か。おじさんは男に慣れたかな。おじさん。直樹、おじさんはね、眠いのよ。そっとしといて。このままでは。ああ、情けないね。こんな男だったなんて。最後まで一緒でしたね。ああ、今まで本当にありがとう。皆さん、落ち着いてください。俺もう耐えられない。何を。やめてください。何をしてるんですか。そこは開きませんよ。どこへ行くつもりですか。誰も大変になんか来ねえじゃねえか。この辺に乗ってられるか。俺は外へ出るんだ。あなた これはあなた医者だったんですか。医者だったんならどうして名乗り出なかったんです。怪我人が。教えてあげるわ。私たちはね、勤めていた病院から薬品を盗み出して逃げるところだったのよ。ある星では高く売れるの。金に目がくらんだ愚か者よ。もう医者でも看護師でもないわ。もう全て終わりだ。これも天罰かしらね。違う、天罰なんかじゃなくてその逆だ。もし神様がいるとして、あなたたちをこの列車に乗せたのはあなたたちがこの列車に必要だったからだ。ここには怪我人がいる。それを助けられるのはあなたたち二人だけなんです。でも俺はもう道を間違えちまった。違う、あなたは今も医者なんだ。怪我人を見捨てられるわけがないんだ。今は痛みを止められるぐらいの薬しかないわ。それでいいなら。誰か糸と針を持ってないか。あのお裁縫セットでよければ。 OK だ。あくまで応急処置だけだぜ。ありがとうございます。左に少しでもバランスを保つんです。どう、大丈夫かな。ええ、今落ち着いてるわ。そう、よかった。諦めないで皆さん。きっと今に。みんな、お前は俺たちを仲間だと思っているのか。絶対に STF は来ます。だから。お兄ちゃん、本当に来るの？僕の仲間たちが絶対に来てくれる。本当に、本当の本当に？僕は信じているんだ。僕も信じる、信じる。
れがお兄ちゃんが乗ってるビッグワンって言うんだね。すごい。うん、そうだよ。 SDF シリウス小隊です。安心してください。今からビッグワンに乗り移ってください。キリアン、なんでここに。ユキさん、嬉しいです。なんだよ。よかったですね。